志田さんの可愛い後輩の渡部さんが白黒アンジャスで冠番組の普及させるそうですが、完全復活できると思いますか、日曜のへそのゲストで呼んだりはできないでしょうかっていう。そうですね。でも、まあ、この質問みたいにこの先完全復帰って、完全復活って前みたいになるのは相当難しいとはもちろん思いますけどね。難しいんすかねと思いますよ。なんかフリーやってる人いっぱいいるじゃないですか。いや、僕も思うんですよ。だから別に犯罪を犯したわけじゃないし、でなんなら犯罪を犯した人で復帰してる人もいっぱいいるなと思うんですけど、もう今はこの世の中というか、特にテレビ業界とかこのね業界はそのイメージがすごく大事なんだろうなと思ってるんで、うん、だから白いイメージの人ほどやらかすと戻ってこれなくなりますよね。いや、そうなんですよ。だから勝手に見てる人たちが勝手にいい人だと思ってるだけで、だからいい人だと思われる方が損なんで、はいはいはい、だからずっと悪い人でいたいなと思いますけどね。ただ悪い人でいたいなと思うけど、それをやる気にもならないっていうか、それぐらい元気やるお金もないですしね。お金もない、そうなんですよ。多目的ルーム行ってもお小遣い渡せないですからね。いや本当にそうなんですよね。でもまあそうですね。なんかだから本当世間の人に言いたいのは、ちゃんとした人なんていねえよテレビにと思いますけどね。チャンネル登録よろしくお願いします。